フランス語で8つの言葉を教えたいと思います。それでは早速始めましょう。Je suis content. Je suis content. とか、Je suis très content. でもそういう言い方はあんまり使っていません。だからもっと自然な言い方を教えますね。次の言葉の方に行きましょう。Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 何かをもらうときに、例えばプレゼントをもらったら、ああ、嬉しいな。Ça fait plaisir. 今、喜んでいるっていう意味なんですけれども、Ça fait plaisir を言ったら、感情はちゃんと伝わっています。あ、c'est top! C'est top! 前のビデオの中にそういう言葉が出たんですけれども、やっぱり、C'est top は最高だ嬉しいなという意味ですので、ぜひぜひ使ってみてください。C'est trop bien!C'est trop bien. それも結構自然な感じですね。あ、c'est trop bien. あ、嬉しいな。c'est trop bien. を言ったら大丈夫です。c'est trop bien. Super! Super! 子供が好きな言葉なんですけれども、大人も使ってる言葉です。例えば、冷蔵庫の中にチーズを置いたって言われたら、あ、OK、super! Super! あ、いいな。Super! うわうわこれはフランスのアニメの中で出ている言葉です。最後見た時はフランスの海賊のアニメの中で見たんだけど、うわってお祝いする時に何か結果が出たら、例えば戦争を勝ったら、イエーイうわーみたいな感じです。まあそういう言葉多分みんな使わなくてもいいんですけれども、していたらいいことだと思います。うわイエスYes! 英語の言葉なんですけれども、フランス人もそういう言葉を使ってます。どんな状況で使うか、まあ、多分人によるんですけれども、例えばジョアン、スポーツをするときに、例えばサッカーだったら、ゴールを決めたら、Yes! やったみたいな感じですね。だから、場合による英語の言葉を使ってもいいです。フランス語でもね。Yes! Cool! Cool も英語の言葉なんですけれども、やっぱり Cool はかっこいいですね。だから、喜ぶときに Cool も言えます。ぜひぜひみんな使ってみてください。一番使いたい言葉をコメントの中で教えてください。それでは、あ、bientôt!